テレトビズ。前職のキャリアをそのまま気づいていたらの人生考えたことあるというもんですけれども、ちなみにそれはやっぱり人だから考えますよね、うん、ありますか、考えること。ですか、私前職ないから、はい、でも なんていうか、はい、その例えばこう昔付き合ってた人とあの人と続いてたらどうだっけとかって人って考えません？考えますね、考えますよね。確かにそれと同じことか。私はね、もちろんあの起業してよかったと思ってるんですけど、なんかその時見えてなかったものが辞めてから見えるみたいなものもあるんだなと思います。なるほどね、転職したからこそ見えてくるものもあると、うんうん、さあ転職を経験された皆さんはどうなのかということですが、じゃあまずどうしようかな、じゃあ北山さんからいきます。はい、北山さんは転職は何回されましたか？転職は1回しました。ちょっと流れで話しづらいんですけど、私考えたことなくて、前職の知り合いというか、そういう人たちに会って最近みんなこんなことしてるよみたいな話を聞くと、同期がこうだったら自分はこういう感じなのかなとか思うことはあるんですけど、ふと、いや前の会社だったら今頃みたいなことは、正直このテーマいただくまで一切頭に浮いたことないなって思いました。それは今の会社が超ハッピーだから、それとも前の会社が超ブラック、結構どうでもいいと思って今の会社で、まあ、働く職業人生が結構充実しているので、その前の会社で得られなかったものを今の会社で得ていて、それが結構自分のやりたかったことに近かったことなのかなっていうふうに最近思うことが、まあ、ありまして、まあ、そういうのもあってないですね。ないです。宮崎さんはどうでしょうか、転職は何回経験されて？転職は5回経験してます。はいはいはい、はい、で、新さんが冒頭におっしゃっていた、うん、辞めてからその見えてくること、気づくことっていうところに今ちょっと直面していて、自分のこれダウンキャリアってどんどんスキルを磨いてハイプロフェッショナルになりたいと思っているんですね、うん、で、1社目に入社した会社の、まあ、配属されたところがありきなのものだった。で、そこからなんかコーポレート系だったり営業を経験して、で、これからの人生を戦略考えるときに IT って日本のどこの会社でも絶対大手だったら IT だってあるし、しかも IT って世界共通だから持っていけることに気づいちゃった。気づいちゃった。気づいちゃった。それで改めて今自分は営業職なんですけど、 IT セキュリティの勉強を始めてやってます。で、もし私が、まあ、新卒で入った会社の IT 部でこの IT の専門スキルを磨くと、こういった資格が取れて、こういったことに携われるよっていう、教えてくれる誰かがいたら、多分やめてなかったのかなとか思っちゃいます。なるほど。チャンスとか、その可能性に気づけなくてやめちゃったの惜しかったなって、今思って。新卒で入った会社で、誰かが行ってくれれば、その道を初めからこう歩むこともできたけど、うん、でも今、5社経験して、今、後悔はどうですか？若干後悔してます。してるんだ。おお、はい、新卒で入った IT の会社でちゃんとスキルを身につけて、でそこから海外転職したら年収張り上がっただろうなって大事になってくるわ。はい、新さん あの目標なんでしたっけ、はい、目標っていうか仕事って何かなって思うと、ここまでご覧いただきありがとうございました。続きはテレ東ビズでご覧ください。